大谷翔平選手、6試合連続ヒットに盗塁と勝利への執念を見せつける大谷頼むよ。海外の反応。大谷翔平選手は先日2日連続で足の痙攣により途中交代し、心配されましたが、フィル・ネビン監督がアイアンマン鉄人と表現したように、5月3日以来全試合出場で、今日の試合出場により108試合中リーグ8位タイの106試合、しかも投手としても20登板に出場と大車輪の大活躍を見せている大谷翔平選手。今日は4打数1安打1盗塁と6試合連続ヒットを記録し、久しぶりの盗塁と勝ちたいという思いを見せた大谷翔平選手でしたが、エンゼルスは残念ながら敗戦し、3連勝はなりませんでした。ただワイルドカード争い土壇場で踏みとどまっています。今回は最近の大谷翔平選手とエンゼルスの状況、今日の試合の大谷翔平選手の全打席の様子、今日の試合終了時点でのエンゼルスの最新順位、今日の試合終了時点での大谷翔平選手の最新の成績をまとめて紹介します。最近の大谷翔平選手とエンゼルスの状況。7月28日、ペリー・ミナシアン GM はこの夏に翔平をトレードすることはないと明言し、立て続けにトレードで強力な選手を獲得と本気でプレーオフ進出を目指す姿勢を明らかにしたエンゼルス。これに伴い大谷翔平選手のリミッターは解除。エンゼルス残留報道が出た7月26日の翌日の登板では、投手として被安打1の自身メジャー初の完投完封勝利、そして打者としては直近5試合で打率5割3分3厘、本塁打3、打点4、出塁率6割8分2厘、長打率 1.200、オプス 1.882 という異常ともいえる大活躍を見せて、打者としては例年調子が悪くなると言われていた後半戦、今日の試合前時点での7月の打撃成績は打率2割2分2厘、本塁打9、打点14、出塁率4割4分7厘、長打率7割5厘、オプス 1.152。 特に7月15日からの後半戦16試合では打率3割2分1厘、本塁打7、打点10、出塁率5割1分4厘、長打率7割9分2厘、オプス 1.306 という成績で、後半戦に入っても絶好調を維持しており、昨日には7月24日から30日の1週間で打者として6試合20打数6安打、打率3割、ホームラン3本、4打点、投手として1登板9回被安打1無失点が評価され、自らが持つ日本選手最多記録を更新する今季3回目、通算7回目の週間 MVP を獲得しました。そして昨日から始まったナ・リーグ東地区1位で今季勝率メジャー1位の強打戦ブレーブスとの3連戦の初戦では、いい勝ち方で勝利と現在2連勝中、今季56勝51敗とし、66% の試合を消化した段階でア・リーグ西地区5チーム中3位、ワイルドカード順位は県内3位とは3ゲーム差の県外5位につけています。また昨日には新たにトレードで中継ぎ選手を獲得、これでここ1ヶ月でチームの中枢を担える6人を獲得したことになります。なお獲得したのはホワイトソックスからローテ投手として実績のあるウワン・ルーカス・ジオリト選手と、速球が平均98マイル約158キロとメジャーのリリーフ投手の中でもトップクラスの球速を誇るウワン・レイナルド・ロペス選手、ロッキーズから通算183本塁打のランダル・グリチェク選手と通算186本塁打の CJ クローン選手。なお6月末には内野手のユーティリティプレイヤーで、2019年には35本塁打87打点をマークしたマイク・ムスタカス選手を獲得。メッツからメジャー通算384登板22勝23敗7セーブ防御率 3.75 の中継ぎ右腕ドミニク・ディオン選手を獲得となっています。なおルーカス・ジオリト投手とレイナルド・ロペス投手の2人が加わったことで、今季のエンゼルスの総年俸は今季の贅沢税回避の上限を超え、球団の命運をかけた思い切った決断と言えるでしょう。今日の試合の大谷翔平選手の全打席の様子。昨日から始まったナ・リーグ東地区1位の強打戦ブレーブスとの3連戦の第2戦、2番 DH で出場した大谷翔平選手、打者として4試合ぶり40号ホームランなるか、そしてエンゼルスは9年ぶりのプレーオフ進出に向けて大事な1勝なるかが注目された今日の試合結果ですが、大谷翔平選手は第1打席1回表無視1塁の場面で空振り三振、第2打席3回表西の場面で空振り三振、第3打席6回表先頭打者の場面で遊撃手のグラブを弾く内野安打、これで6試合連続ヒットを記録、その後今季13個目の盗塁を決めます。第4打席8回表先頭打者の場面で1ゴロと4打数1安打1盗塁と4試合ぶり40号ホームランはなりませんでしたが、
6試合連続ヒットを記録しています。今日の試合終了時点でのエンゼルスの最新順位、エンゼルスは接戦を落とし敗戦し、3連勝はなりませんでした。今季56勝52敗とし、 66% の試合を消化した段階でア・リーグ西地区5チーム中4位、プレーオフ進出条件の地区優勝の3チームプラスワイルドカードのワイルドカード順位は県内3位とは3ゲーム差の圏外6位につけています。そしてワイルドカードを争っている7位ヤンキースとは4勝2敗で勝ち越しが決定、5位マリナーズとはあと7試合残し4勝2敗としているため、7試合中3勝すれば勝ち越し、4位レッドソックスとは4勝3敗で勝ち越しが決定、3位ブルージェイズとは2勝4敗で負け越しが決定。勝率で並んだ場合は直接対決で勝ち越したチームが上位になるため、勝率でブルージェイズを上回る必要があります。またプレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り54試合で34勝20敗を達成する必要があります。プレーオフ進出厳しい状況ではありますが、まだ諦める段階ではありません。今日の試合終了時点での大谷翔平選手の最新の成績、注目のホームランは108試合で39本、後半戦17戦7発で年間 58.5 発ペースとし、メジャー全体で2位に3本差、ア・リーグで言えば10本差をつけホームランキング独走。そして昨季のアーロン・ジャッジ選手は108試合目までで43本放っていたので4本遅れているペースになります。本気で60本台、ホームラン王、そしてア・リーグホームラン記録62本を超えるかもしれません。投打すべての主要指標でチームナンバーワンと全冠、データ更新が遅いので今日試合前時点ですが、MVP 選考で最も重視されると言われる総合的な貢献度を表す指標をではメジャー両リーグで2位に 1.9 の大差をつけて1位、アリーグでは2位に 3.3 の大差をつけて1位、なお打者としてだけを見ても DH ということで守備のマイナス補正が入るにもかかわらずリーグ1位、投手としてはリーグ19位、特に打者として大活躍を見せており、打率3割5安打、ホームラン、三塁打数、敬遠数、塁打数、長打率、オプスがメジャー両リーグ1位&出塁率、四球数がリーグ1位という圧巻の成績を残し、ホームラン王だけでなく三冠王も目指せる異次元の活躍を見せています。ア・リーグ MVP を取った2021年と様々なメジャー新記録を成し遂げた2022年と現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズン打者としてはこれらの年を凌駕する成績を残していることがわかります。 MVP、 ホームラン王、ア・リーグホームラン記録更新、三冠王、22年ぶり MLB の負の記録を断ち切る400塁打、楽しみに応援したいと思います。なお塁打は一般的にシーズン300塁打を超えるとその年を代表する強打者といえます。それを100上回るシーズン400塁打は2001年を最後に22年間達成されておらず、現在大谷翔平選手は 403.5 塁打ペースとなっています。また本塁打王と三塁打王に輝けば実に45年ぶり4人目の快挙となります。さて大谷翔平選手、打者として過去最高の前半戦を終え、打者としては例年調子が悪くなると言われていた後半戦、今日の試合終了時点での7月15日からの後半戦16試合では打率3割1分6厘、本塁打7、打点10、出塁率5割、長打率7割5分4厘、オプス 1.254 という成績を残しています。今日はヒット1本でしたが6試合連続安打を記録していますし、打撃好調と言えるでしょう。ただエンゼルスは今日残念ながら敗戦し3連勝はなりませんでしたが、プレーオフ進出まだ諦めるような段階ではないので、明日から一戦一戦を大事に戦って勝利を積み重ねていってほしいです。9年ぶりのプレーオフ応援してます。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。